余裕ではないけど、午前中仕事終えて、選ばれたのはこの男でした。ユナピと会う方にいたのね。やばいね、二人も会えるなんて。おめでとう。やばー。ちょっとでも記憶がないもん。わかるわかる。もう
やばいね。やっぱ規模がやばい。バカお金かかってる。あ、私はあのヨジャグルランダムダンスが最高すぎて、あのティアリスチュアップね。チュアップやばかったね。シャーシャーシャーでしょ。やだやだ、みんな可愛いじゃん。でもってデルワン君の反応見ちゃった。全部見てるって。可愛いでしょって。え、カラーのさ、スキズがさ、やばかったよね。いや、私ほんと初見であれ、やばいでしょ。初めましてで。あれ、ほんとに、ミーコ痛い。アイエン。アイエンってあんなんだった？ねえ。知らない。あと、言ってた意味わかった。チャンビン。もうチャンビンは、もうライブの男。めちゃくちゃかっこよかった。もうラップ上手すぎて。カラがエモエモ。あ、カラエモすぎたね。テップやってたから、ほんとに。さあ、始まる前、お願いテップ、お願いテップって。それ全部やってくれた。全部やってくれた。かわいい。かわいい。子供のように抱えてる。赤ちゃんだ。私たちはなんで急いでるかというと、お好み焼きが食べたい。ラストオーダー間に合いそうでーす。ペコペコだよ。新大阪の夜です。あった、お三人方お疲れ様です。こちらもお疲れ様です。やばった、そんなやばかった。あの時やばかったから、あなたがやばっていう流れ。マジで本当にさ、あんなの好きやん。てか前のお姉さんさ、おしゃれに誰好きだったの？好きやれちゃったね。めっちゃ気になる。でも純金を知ってたよ。なんであのお姉さんとちょっと、なんか繋がりたいと思ったの？でもなんか Twitter やってないじゃん。
乗るぞ乗るぞ。